屋さんの2つのサイトを紹介していきたいと思います。やっぱりあの商品番号2つありまして、こっちが0103ウォレット、こっちが逆ですね、こっち0003ウォレットで、こっちが流線形のものが0103ウォレットになります。革の加工は違うんですけれども、機能は一緒なので、こちらで紹介させていただきます。2つ折り財布ですので、こういうね、2つに折れてます。中も本革しっかり使ってます。中はあのコットンのものとかよくありますけど、これはちゃんと本革使ってます。で、小銭入れが2段になっているので、金紙を分けていただいたり、あの千円札と五千円札分けていただくとか、2種類に入れていただくこともできます。でカードホルダーはちょっと少なめになりますけど、1、2、3、4、5枚ですけど、ここにも実はカード入るんですよ。なので、ね、6枚入れていただけます。あとレシートなんかのちょっとしたものは、ここにポケットが1つあって、でもう1個こちら側にもポケット1つあります。ただ、ね、2箇所ポケットがあるので、ちょっとしたものはここに入れていただけます。で小銭入れはこの蓋のしっかりできるスナップタイプのものになります。奥までちゃんとマチがつけてあるので、奥までしっかり広げてみていただくことができます。使う側の気持ちをすごく考えて作られているものになります。よかったらどうでしょうか。以上。